ではホテルザ柏原からレンタサイクルで回ってみたいと思います。どれ75番はどれだ。これ75番。75番はこれか。現在地こちらです。適当に走ってみようかな。電源ドーンドーン。どっちから行く。あ、ちょっと寒いかな。どっちから行こうかな。あ、警戒だけど、ちょっと寒いかな。まあいいか。わお。ひょい。自然学園上6。丸山古墳。高原天皇御陵。東へ五丁。高原天皇御陵。東へ五丁。ちょっと行ってみっかな。あ、ちょっと寒いね。高原天皇。ここだ、高原天皇御陵。ここは石川町。さっちゃん。どこ。なんか見えてきたな。208号。あれかな。
おいおい、どれ、どこですかね。え、ネービー中学校。桃の花、え、ここは何、墓、墓じゃないですか。え、おいしょ、どこ高原天皇よ。ここは何？うわ、しゃった。ちょっと上がってみようかな。よいしょ。は？うんね、はい、はい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 、高原天皇陵と一体となった剣池からの変貌。日本書紀には応神天皇11年に剣池を作ったとの記述があります。池越しに高原天皇陵や多部峰に連なる山々の美しい旧風景が眺められます。では剣越塚の方へ行ってみましょう。